皆さんこんにちは。11月16日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区役所本庁舎1階の豊島テレビエコーミュージタウンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。まずは区から寄付金のお知らせです。豊島区では区内の医療機関や福祉事業者の支援を目的としたコロナに負けるな豊島医療福祉支援寄付金を募集しています。実施内容はご覧の通りです。詳しくは区のホームページをご覧ください。では本日の番組内容です。豊島区立中央図書館より発行されている図書館通信が11月1日に特集号としてこちら出ました。さあ、その中にある建物と本というコーナー、こちらは図書と区内の文化財などの建物を関連付けた企画となっています。そこで本日から建物と本を4回にわたりご紹介していきます。さあ、今回第1回目、南長崎にあるトキワ荘漫画ミュージアムをご紹介いたしましょう。では本日のゲストです。ではスタジオには豊島区立中央図書館企画調整グループの坂本めぐみさんにお越しいただきました。坂本さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、特集号として、ね、発行されましたけれども、建物と本というコーナーありますが、この特集号でこう注目する点どんなところでしょうか。はい、この11月1日というと豊島文化の日なんですが、はい、11月1日豊島文化の日に合わせまして、図書館通信も特集号を発行いたしました。コロナ禍で、実は11月の初めって文化財ウィークということで、例年都内の文化財を皆さんに回っていただくという期間なんですが、今回コロナ禍でなかなかこう外にも出れない方もたくさんいらっしゃると思いますので、図書館課としましては、この図書館通信で豊島区内にある文化財と、あとそれに関連する本を結びつけて、本とともに文化財を回れるという企画を立てました。でこの中では4つの施設ご紹介しておりまして、はい、本日のトキワ荘漫画ミュージアム、うん、そして自由学園明日館、はい、鈴木慎太郎記念館、そして雑司ヶ谷旧選挙史館をご紹介しております。番組ではこの建物と本4回に分けて、ね、放送されるということなんですよね。はい、はい、そうね、いろいろ中身を見てみると、まあ、明日館だったりとか、はい、いろんなことがあって、そして今回はこちらですね、はい、南長崎にあるトキワ荘漫画ミュージアム、はい、なんと今回はリモート中継で。そうなんですよ、今回豊島テレビさんにもご協力いただきまして、うん、これを読んで文化財に行きたい、でもコロナ禍だからなかなか行けないという方に、この番組からこのそれぞれのミュージアムを楽しんでいただけたらなと思いまして、この企画をさせていただきました。さあ、今回は、ね、このトキワ荘漫画ミュージアムをちょっと、ね、特集したいと思うんですけれども、今回はこうどんな方にこうご登場いただいてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、豊島区立トキワ荘ミュージアムの学芸員の西牟田さんと幸田さんにご協力をいただきまして、はい、建物をご紹介させていただきます。はい、はい、ということで、ではここからは、ね、中継先つないでみたいと思います。西牟田さん、幸田さん、よろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ご紹介いたしましょう。トキワ荘漫画ミュージアム学芸員の西牟田美智子さん、そして撮影は幸田美里さんにお手伝いいただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まさにね、トキワ荘が復活したといっても、ね、過言ではないと思うんですけれども、こう多くの皆様のお力添えにより漫画ミュージアムとして再現することができたんですよね。どんなところなんでしょうか。はい、こちらの施設はですね、豊島区に昭和30年代に建てられたトキワ荘というアパートを再現した施設になっています。トキワ荘というアパートには手塚治虫先生をはじめとしてたくさんの漫画家が住み集い、それから皆さんがこうどんどん名作を生み出し、こう有名になっていったことでアパート自体が有名になっていた場所です。豊島区ではこの漫画の文化を後世に伝えていこうということで、トキワ荘を再現したこの施設を
来ることになりまして、はい、今年2020年の4月にこの施設はオープンいたしました。はい、そうなんですね。オープンしたばかりということですけれども、このトキワ荘漫画ミュージアム、こう築10年頃のトキワ荘を再現するために、こう新築の建物にあえて汚しをかける、こう演出など工夫というのが施されているそうですね。はい、そうですね、漫画家の先生が多く住んでいた築10年頃のトキワ荘を皆さんに体感していただくために、ただ新しくアパートを作るのではなくて、実際人々が暮らしていた様子を再現するために、壁に汚しをかけるですとか、小道具や、古い生活用品を集めるですとかして、当時の様子をリアルに再現しているのが見どころです。いやすごいですね。今ねちょっと外観の映像を、ね、ご覧いただいてますけれども、本当これが新築とは、ね、考えられないようなね、すごいエイジング加工というのもね、見どころの、ね、一つということなんですよね。さあでは気になる中をねご紹介いただきたいなと思うんですけれども、まずはそちらの施設、玄関で靴を脱いで入館するんですよね。はい、そうです。今とはちょっと違いまして、はい、このアパートは、はい、のアパートの入り口で全員靴を脱いで、はい、裸足で入っていく作りだったんですね。はい、ですので来館者の皆様にも同じように体感していただくために、玄関で靴を脱いで靴箱に入れていただいて、はい、裸足で施設に入っていただいております。へえ、そうすると何やらすごい急な階段がありますね。はい、ちょっと今日は2階から撮ってるので分かりにくいかもしれませんが、はい、今言ったようにこう靴を脱いで入り口に入ると、うん、すぐ2階に続く急な階段があります。はい、来館者の皆様には2階から見学していただいておりますので、はい、まずはこの階段を登ってもらっています。へえ、ちょっと、仕掛けというか一つ楽しいところがあるのが、はい、この階段を登ると、はい、こうわざと古い階段のようにこうギシギシミシミシ音が鳴るようにあえて設計されています。あ、そうなんですね。今ちょっとあの VTR であの皆さん登っていただいている絵を、ね、ちょっとご覧いただいているんですけど、本当ギシギシと当時を思わせるような音というのが聞こえてくるんですね。そうなんです。時は層に住まれた漫画家の方が、うん、漫画作品や文章で時は層の階段はギシギシ鳴っていたというのをたびたび書かれていましたので、こう耳でも感じられるように再現をしております。いいですね。さあでは2階に上がりますと、まず最初にご紹介いただけるのが、お手洗いですか？便所と書いてあるところがあるんですけれども、はい、順番に紹介していきます。はい、はい、お願いします。2階に上がっていただくと、うん、2階の住人の方が共同で使っていたお手洗いを再現しております。すごいリアルですね。はい、こちらはもちろん使えないんですが当時の様子そのままに再現しておりまして、ちょっとびっくりするぐらいトイレの汚れなんかも再現されていますすごいですね。よりリアルに、ね、感じることができますよね。はい、さあそんなおトイレのお隣は何なんでしょうか。はい、こちらも2階の住民の方が共同で使うための共同の炊事場を再現しています。炊事場なんですね。こう鍋ですとか、はい、夜間ですとか、うん、細かい小道具をかなり忠実に当時のものを集めて再現しています。なんかあれ食べ残しみたいなのがあったりしますけど、こちらは、はい、このお部屋の中央に置いてある机の上にはこんな感じで、はい、ちょっと食べかけでかびちゃったパンとか器とかがありまして、うん、奥にはラーメンの丼があるんですが見えますか。はい、こちらがですね、トキワ荘の漫画家の方がよく出前を取ってた
中華料理店の松葉というところの丼を使って再現をしております。でこう生活感というのが感じられますよね。はい。さあということでね、今ちょっとね当時のねお写真、炊事場のね写真ご覧いただきたいと思うんですが、あ、本当に当時のこの炊事場そのままに再現されてるんだなってことがよくわかりますね。はい。何かこの炊事場でのエピソードとかありますか？はい、漫画家の先生によってはもう全く自炊はしなかったから使わなかったという方もいるんですが、赤塚不二夫先生はお母様も時和荘の方に上京されて一緒に住まれていたんですが、はい、お母様がこの炊事場を使って赤塚先生以外にも仲間の漫画家たちにも皆さんに食事を振る舞っていたというエピソードがあります。そうなんですね。いいですね。心温まりますよね。さあそしてまず2階の、ね、廊下を、ね、ちょっと今、ね、映していただいているので、ね、ご覧いただきたいと思うんですが、こちらも当時の、ね、お写真があるということなんですよね。わあ、こうやって見比べてみると本当当時のそのままの風景になっているんですね。さあでは早速お部屋の、ね、方を、ね、ちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけれど、まずは14号室ご紹介いただけますか？はい、はい、廊下をちょっと進みまして、はい、部屋が並んでいるんですが、こちらの14号室はこうパネルでいろいろ展示をしている部屋なんですが、うん、時和荘がそもそもどうして漫画家の先生たちが集まったんだろうだとか、はい、どの時期にどの先生が住んでいたんだろうっていうことはなかなか皆さん細かいところまではご存じないかと思うんですね。はい、そういったことがこうパネルで分かりやすく紹介されています。まずは、ね、このパネル展を、ね、皆さんにはちょっと、ね、ご覧いただいてこの歴史というのを知っていただきたいですよね。はい。さあそして続いてお隣のお部屋が15号室となります。こちらはどんなお部屋なんですか？はい、15号室では特に先生がどういう生活をしていたんだろうというところに重点を置いて紹介しております。はい、収入の中で例えば食費にいくらぐらい使っていたのか、はい、娯楽にいくらぐらい使っていたのか、それから当時この近所の映画館だとか喫茶店だとか、先生がどんな風に生活していたのかということを地図ですとかいろんなグラフですとかで紹介しています。結構こう漫画家の方を身近に感じられることができるんじゃないかなと思います。いいですね。さあそういった、ね、紹介をしているお部屋もあれば、なんと20号室は横田徳夫先生の、ね、お部屋を再現したということなんですよね。はい、またちょっと廊下を進みまして、はい、こちらが20号室です。こちらのお部屋は先ほどのパネル展示とは違って4畳半を本当に先生が住んでいた様子を再現しているお部屋になります。もう先生が本人がこうご本人監修されたとお伺いしたんですけれども。あ、そうですね、横田徳夫先生に当時の様子の聞き取りを行いまして、ご自身の部屋にこんなものがあったよですとか、こんな本読んでいたよですとか、そういったことを聞き取りまして、当時の生活に近いものを集めたりだとか再現してこのようになっています。あ、なんか書いてある漫画の原稿みたいなのもあったりしますね。はい、先生の作業机にの上に置いてあるこちらの原稿は実際に時和荘の頃に入っていた作品を複製原画にしまして展示をしています。わあ、すごい貴重な、ね、数々が、ね、ご覧いただけますよね。さあそんな横田徳夫先生のお部屋20号室でしたが、続いてそのお隣ですね、19号室、こちらはどんなお部屋になっているんでしょうか？はい、こちらは、はい、漫画家の水野秀子先生が住んでいた部屋を
再現しています。へあ、なんかちょっとさっぱりしてるというか物が少ないイメージですね。はい、横田先生の部屋と比べてそう感じられると思うんですが、はい、湯野秀子先生はそもそもあの短期間の入居の予定でカバン一つで山口県から上京してきたということで、はい、実際半年程度だったんですね、入居期間が。ですのでこのくらいの家具が少ないっていうような状態を再現しています。なるほど、先生によって全然お部屋、再現したお部屋が違うんですね。本当個性が出てますよね。はい、はい、ありがとうございます。さあでは反対側をね、ちょっとお部屋もね見せていただきたいと思うんですけれども、続いて16号室、こちらはどんなお部屋になっているんですか？はい、こちらの16号室はちょっとコロナの影響でですね、はい、展示物を一度撤去している関係がありまして、その通り何もないんですが、そうですね、その分ですね、はい、あの4畳半ってどんな広さだったのっていうのを皆さんに自由に奥まで入って体験していただければなと思います。あ、そうなんですね。実際に4畳半というスケール、こうお部屋でなかなか体験すること今ないかもしれないですからね。そうですね、お子さんですとか、うん、家族連れの方、新鮮に見ていただけるんじゃないかなと思います。いいですね、こういった体験できる、ね、お部屋も、ね、あるということなんですね。さあではいよいよ最後の、ね、ちょっとお部屋ご紹介いただきたいと思いますが、18号室、山内ジョージ先生のお部屋と伺ったんですが、どんな感じになってるんですか？はい、こちらは山内ジョージ先生が暮らした部屋の再現になっております。はい、うん、山内ジョージ先生は当時隣の部屋に住んでいた石森章太郎先生のアシスタントとしてこちらの部屋に住まれました。はい、石森先生が原稿を隣の部屋で書いて、はい、うん、終わったらこの部屋に持ってきて山内先生が仕上げていたそうです。本当忙しい感じというのが出てますね。はい、はい、置かれている本などは石ノ森先生のものだったということです。あ、なるほど、本もあるんですね。さ、でも山内ジョージ先生はどんな先生なのか簡単にご紹介いただけますか？はい、山内先生はですね、漫画家を目指していらっしゃったんですが、デザインの方向にも行かれまして、はい、現在は文字絵といって動物など絵と文字を組み合わせて表現する作品を発表されています。現在も精力的に活動されておりまして、はい、アジアですとか外国でも各地の言葉を使った作品を生み出しています。そんな先生のね、ぜひこういったねお部屋もねご覧いただきたいですよね。はい、はい、ありがとうございました。ではここで一つお知らせがあるそうですね。はい、はい、ご紹介いただけますか？ ありがとうございます、お願いします。はい、今日は2階を紹介したんですが、ミュージアムの1階には企画展示室がございまして、こちらでは今トキワ荘の兄貴寺田博夫展を開催中です。寺田博夫先生の貴重な原画を多数展示しておりますので、ぜひこちらも一緒にお楽しみください。はい、今日は西牟田さん、ゆきたさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ坂本さん、ぜひこの図書館通信を片手に時矢荘漫画ミュージアムに足を運んでほしいですよね。そうですね、はい、図書館通信と本とそして建物ということで、ぜひ皆さんに豊島区の文化を楽しんでいただけたらと思っております。はい、今日はね、この図書館通信をもとにこう現場の中継を交えてご紹介してまいりました。本日のスタジオでのゲストは豊島区立中央図書館企画調整グループの坂本めぐみさんにご出演いただきました。坂本さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日はね、この辺で失礼したいと思います。では西牟田さんも一緒に最後手を振っていただいてもよろしいですか？はい、はい、それではまた明日の豊島情報スクエアでお会いいたしましょう。さよなら。